こんにちは、フットボールレディオの松です。ポケットモンスタースカーレット始めていきたいなと思います。ちょっとゲーム実況久しぶりなんでね、ちょっと声が枯れないかちょっと心配なんですけど、ちょっと早速始めていきたいなと思うんですけれども、ちょっとポケモンはですねめちゃめちゃ久しぶりなんですよ。多分最後にやったのがね、盾とシールド、そんな前でもないかそんな前でもないか、あれが多分最後なんですよ、僕最後にやった作品が。だからこれよりも前になるとアルセウスとかあったと思うんですけど、まあいった作品はまだ僕やれてなくて、まあ急にポケモン久しぶりにやろうと思って、まあ買ったんですけど、まあね、本当はねもともと自分一人だけでやろうかなと思ったんですけど、もともとゲーム実況もやってたし、まあ久しぶりにやろうかなと思って今回また再び始めることにしました。でちなみにね、このキャラクターなんですけど、まあ、見た目はね正直全く似てません。まあ、キャラクターメイクの時にやっぱりどうしてもやっぱ少年少女しか選べないので、まあ、ヒゲとかそういうのちょっと生やすことができなかったんですよ。なので勝手に私松がイメージして作りました。若かりし頃のエリック・テンハグです。はい、まあ、ちなみにね、現マンチェスターユナイテッドの指揮官のエリック・テンハグって、まあ、坊主なんですよ。まあ、スキンヘッドなんですね。まあ、スキンヘッドで、まあ、ヒゲをちょっと生やしててみたいな感じの見た目してるんですけど、まあ、子供なんで、まあ、ヒゲは当然生やせないと。なんでエリック・テンハグのヒゲってどんな色してたかなと思って、まあ、見てたんですけど、まあ、写真によってちょっとね光の具合とかでちょっと色合いとかちょっと変わるんだけど、できるだけなんかテンハグっぽいヒゲの髪の毛の色にしました。でヒゲって基本的にそんなに髪の毛というか毛がないじゃないですか。だから比較的ちょっとこう少なめの毛で、ヒゲって基本的にそんななんかこうストレートな毛ないと思ったんで、ちょっとこうドレッドっぽい感じのやつにして、で一応眉毛とかその辺も一応整えて同じにして、で目の色がねちょっと分かりづらいんだけど、ちょっと赤っぽい感じの色にしてるんですよ。それはもちろんマンチェスターユナイテッドの指揮官なんで赤色っていうことにしてます。はい、なので私はこのエリック・テンハグと共にチャンピオン目指します。まあ、プレミアリーグよりも先にチャンピオン取っちゃうかもしれないけど、いきましょうか。久しぶりに見たのポケモン、見たことないポケモンやけど、おしゃれな家だな。家住んでるやん、テンハグ。でも多分もっとでかい家住んでるんやろな。うわー、かわいい家住んでんな。あれはなんだろう、これはポケモンのあれか、部屋みたいな感じ。ここでおトイレすんのかな。ポケモンってトイレとかすんのかな。むちゃり。なんか初めて見るポケモンやな。リスみたいな。じゃあな。お、マミー、テンハグマミーや。おはよう、テンハグマミー。綺麗、めちゃめちゃ綺麗やん。マミー、俺マミー使いたいな。 あ、これ制服なんだ。
あ、そっか、学校に行くのか今から。まあもうとっても楽しみ、ありがとう。でも行ってきますにはちょっと気が早いみたい。え、なんで？制服着てるんやけどね。学校から連絡があって、もう少し家で待っててください。ほう。だって。なんで？入学に必要な大切なものがまだ届いてなかったらしいの。何？入学届とか？てか、天白学校に入学するんか今から。そっか、学校に入んのか天白。そっか、学ぶことまだあんもんな。天白ちょっと出てちょうだい。いや、天白マミーかわいいな。え、めっちゃ綺麗じゃない天白マミー。そのエプロンのなんか絵のデザインみたいなちょっと気になるけど。マミーちょっと出てくるよ。誰が来たんやろ。学校関係者かな。いや、勝手に入ってきたな。ごめんください。どなた？あなたが天白さんですか？いや、そうですけど、多分実年齢はあなたと同い年ぐらいだと思うよ。見た目下手したら年上だと思うけど。入学案内が遅れてしまい申し訳ありません。学校関係者か。おっと、自己紹介がまだでしたね。オレンジアカデミー校長クラベルと申します。クラベルさん、まあ多分天白と同い年ぐらいだよね。校長先生自らいらっしゃる。校長先生か。そっかそっか。不手際は全て私の責任ですので。まあでしょうね。こちら入学案内と校内施設の資料です。え、入学初日に持ってきたの？見る時間なさすぎるだろう。もっと早持ってこなあかんやろ。せっかくなのでぜひお茶でも飲んでってください。いや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 、お母さんいい人やな。お構いなく。天白ママ、校長先生とお話があるから。自分の部屋に戻って学校の準備してらっしゃい。バッグと帽子は必要よね。もっと早く持ってきてほしかったけどね。学校の資料とか入学初日に持ってくるもんじゃないよね、どう考えても。もうとりあえず上に戻るか。天白今から学校に入んのか。50何歳で学校に入れんのいいな。はい、かわいいカバンと帽子やな。かわいい、なんかドレッドがちょぼって出ててかわいいな。あ、いい感じ。 X ボタンでメインメニューが開きます。メインメニューでレポートを選ぶとこれまでの冒険、はい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 、探検の心得を開くと冒険のヒントをもう一度確認することができます。天白さ、これ自分の部屋だよね多分。これオレンジ色強いのはちょっとまだアヤックス抜けきれてないんじゃない？ちょっともうそろそろ赤にして。ちょっとネクタイもオレンジじゃん。あ、でもなんかオレンジアカデミーって言ってたな。え、かわいいな。もうちょっと赤取り入れてもいいんじゃない？このモンスターボールの赤色ぐらいで多分赤あんの。あ、このスイッチのコントローラー一緒や俺と。赤色がちょっと少なすぎるな。ちょっと増やしてや、ちゃんと。まあ、部屋改造できるなら増やすけど俺が。はい、準備できたで。決まってるでしょ。もうちょっと赤色は欲しいけどね。誰が見ても立派な我が校の生徒です。まあ制服着てるからね。一番大切なものを天白さんに渡すのを忘れてた。うっかりしてたか。お外へ回りましょう。何をくれんの？お金？外へ出てみましょう。何をくれるの？学校の資料もらったけどね。なんか道具くれんのかな。こんな開始早々にポケモンもらわれへんやろ多分。
てかいい家住んでんな。めっちゃおしゃれやん。ポケモン、ほう。そう、なんかモンスターボールの投げ方がなんかすげえなんか適当やな。フワーンと投げて。入学する生徒にはポケモンを渡す決まりでした。あ、これがあれか、今回の御三家か。3匹の中からパートナーとなるポケモンを1匹選んでもらいます。はいはい。草猫ポケモンのニャオハ。ニャオハね。うんうんうん。子猫ちゃんかわいいね。炎ワニポケモンのホゲータさん。あ、色がいいね、素晴らしい。しかも可愛いしな、結構。そう、なんかその上の歯が可愛い、1本だけしかないっていうのが。コガモポケモンのクワッス。可愛いんだけどな、水色が入ってるのがな、ちょっとな、ライバルなんだよな。私のそばを離れないんですよ。え、すぐ離れたやん。すぐ離れたけどすぐ離れたけど、え、あ、おやおや、校長よりも天白さんが気になるようですね。ですね、これはね、そんなに気に入られてなかったんじゃない。洗濯を見守りたいですが、そろそろ次のお宅に向かわないと。立派な家だな、向こうも。決まったら伝えに来てください。はいはい。とっても礼儀正しい校長先生だったわね。まあそうだね。てか学校の資料とか当日に持ってきたんだからね、そりゃまあそうだしょうねまあ一匹だよね。この子たちと一緒に歩いて様子を見てみるのはどう。わかるかも。ママからの入学祝い。お出かけするなら持っていきなさい。スマホロトム。何スマホロトムって。大切なポケットにしまった。ロトムというポケモンが入ってる最新型のスマートフォン。便利なアプリを起動できる。ポケモン。あ、てかなんかロトムってなんかおったな。なんかテレビみたいなポケモンじゃなかったっけ。それが今スマホになってんの。新しいスマホ、説明書を読むわね。道に迷ったら Y ボタン、マップが見れて便利みたいよ。はい、大事に使えますよ。買い替えできなさそうだもんね。かわいいな。あった。お向かいの家に行こう。ホゲータ、お前どこ見てんの。お前それなんかあんのどこ見てんのホゲータポゲーっとしとんな。ホゲータ大丈夫か。今からチャンピオン目指すんやで大丈夫かなホゲータなんか埋まってるし。君たちは元気だね、しっかりしてるわね。なんかほんとホゲーっとしてる感じがなんかほんとここ数年間のユナイテッドとほんと一緒だな。シティはちゃんとしてるもんな。黄緑ってなんかクラブあったっけ。黄緑ってなかったね。ないよね。まあいっか。てか立派な庭だなこれ。これマミー、これ手入れすんの相当大変やで。これな、これ立派な庭やで。これこう雑草とか生えて、これ絶対大変やな。マミー一人で管理してんの本当に。あ、ポケモンおらんくなった。あ、おったおったおった。なんか光ってる。あれ取り逃げんのかな。あ、モンスターボールがある。え、これ拾えんのかな。てかこれ走られへんのかな。まだモンスターボール、イエーイ。これ今のうちにさ、一匹捕まえて一匹選ばしてくれへんかな。え、それやったらあのニャオハとホゲータ連れてきたいんだけどな。
ごめんな、なんかもうすでになんか選ばんみたいな選択肢になってて申し訳ないけど、ちょっとその色はね、ちょっとライバルをちょっと思い浮かばせちゃうんで、ちょっともう選べないんですよね。可愛いけど、一番俺についてきてくれるけど、アホゲーター、お前はちゃんと来いよ。港町か、ここな。いや、ホゲータかわいいな。あ、ニャオファおらん。あ、おった。とりあえず向かいの家に行ったらいいって言ってたね。なんかプン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 鳴ってるの何？何の音やろ。まあいっか。ん？な、何？コサジタウン。あ、この町がコサジタウンっていうの。なんでコサジって名前なんやろ。小さじって、おお、走れる。とりあえずこっち行きたいな。お、なんかぶら下がってる、あれ何？ポケモンたちと一緒にお迎えに。あ、すいません、寄り道はダメってことね。科学の力って、通信すれば友達と最大4人で一緒に冒険できるんだ。それは友達がいたらだよね。友達いないから無理だ。まあそんなことは忘れていこう。あ、なんかある。とりあえず拾えるもんは拾ってってね。お、モンスターボール、大事大事。仲間増やしていかないとな、チャンピオンなられへんからな。いい選手ちゃんと補強しないと。あれ、こうでいいんだよな。だいたい向かいの家ってライバルが住んでるよな。ライバルまた男なんかな。だいたい男のイメージやけど。かわいいな。お花が好きなのか。ホゲータお前、ちょっとポンコツ感あって可愛いな。君がこの子たちのトレーナー、まあ、その予定です。あ、しっかり焦げた。さっきの燃やしたやつ持ってきてた。可愛いな。美味しいんかそれ。お前可愛いな。ホゲー、ホゲーかわいいな。ほぼ決まっちゃったんやけどな。ほぼ決まっちゃったな。そうですね、はじめまして。ずいぶんお早い到着ですね。まあそうかな、そんなことなかった、まある程度ほっつき歩いてたけどな。天ハグさんです、こんばんは。いずれチャンピオンになります。ご近所さん、ってかご近所さん知らんかったのご近所さん知らんかったんかい。知っとってくれよ。どんな子が引っ越してきたか、すっごい、え、あ、引っ越してきたばっかりなの俺。あ、じゃあ知らんくて、そっか、仕方ないな。え、てか引っ越してきたばっかりであの庭作ってるおかんすごいけどな。私はね、もう普段は学校の寮にいるけど、あ、寮にいたら知らんわ、そら。うん、まあそうだね、仲良くしよう。はい。お腹の底からいい返事。これからよろしくね。お腹の底からいい返事したかな、これ。生徒会で、え？生徒会長でチャンピオンランク。凄腕トレーナーなんですよ。チャンピオンランクって何？ポケモン勝負大好き、さ、早くやろう。戦闘強化。同じクラスの仲間同士ゆっくりと交流を深めてください。同じクラスなのか。ポケモン勝負やり放題、マジで戦況マジで本当もう戦況と強、戦況もう噛みまくってるわ俺もう戦闘強じゃねえか。
それではテンハグさん、お、選ぶ時が来たな。あ、女も決まってるよ。お前しかおらんよな。もう色的にもね。まあ他も可愛いんだけど、ごめんな、ごめんな君たち。お前だ。よろしゅう頼むぞ。ポゲーっとしてるけど、ほげーた熱い火花を散らしてどんな草でも焦がしちゃう炎タイプのほげーたさんでよろしいですか。もちろん頼むぞ相棒。ニックネームつけますか。つけようか。どうしよう。ほげーたは嫌やしな。テンハグ最初のポケモンでしょ。ってなったらな、これからチャンピオンになっていくための軸となる選手やからな。選手って言ってもてるけど。軸となる。軸か。もうブルーノしかおらんやん。ブルーノでいこう。ブルーノ。ブーラリル。ブルーノ。よし。お前の名はブルーノだ。かっこいい名前つけてもうたな。結構でかいなブルーノ。いやでもなんかブルーノこんなポゲーっとしてないよな。まあえっか。もっとなんかしっかりしてるよね。まあでも成長してったらね、しっかりしてくるって思ったらええか。ポゲーサさんも天白さんも気に入ったみたいですね。はい、大切に育ててください。まあチームの軸になるんで。ポケモンはモンスターボールという道具に入れるのですよ。道具ね。まあクラブに入れるっていうか、まあそのうちボールって言ってそうやけど。ホゲータを選ぶなんてさ、何よ、文句でもあんの。あ、分かってんじゃん。そうだろ、バランスもいいだろ、目の色も開かないで。いやもう絶対そうじゃん。え、絶対水色選ぶじゃん。もらってんの。え、せこくないそんな。2匹目とかせこい。俺も欲しいねんけどそんな。新しい子も変えたい。せこいわそんな。同じスタートラインから始めて。なめぷ。やった、まあ、女性やからまあええけど。水色じゃないんだ。大概こういう時ってな、主人公の選んだ属性に対して効果抜群的なやつを選ぶけどね。へえ。なんかポケモンの仕様もちょっと変わったんやな。さてと、ポケモンも決まったことだし早速勝負しなくっちゃ。なんか選ばへんかった。なんかクワッスだっけ。なんかかわいそうだな。まあでも君にはもう素晴らしい指揮官がおるからええよ。下のビーチで待ってるから準備ができたらすぐ来てね。ネモさんはポケモン将軍が大好きすぎますね。そのようですね。ちょっと落ち着かせた方がいいと思うけどね。はいはい。ネモと勝負しよう。ごめんな。お前にはいい指揮官が次来るよ。次というかもうおるけど。じゃあな。こっち行ってたな。とりあえずあれだけ拾って。傷薬懐かしい。素敵な場所。おるね。勝負しようぜ、戦闘狂。誰もがポケモントレーナー。そうだよね、経験値大事よ。はい、テンハグさんは初めてのポケモン勝負ですからね。いつものポケモン、そう、いつものポケモンって何なんやろうな。見してくれよな。
さっきのこのデビュー戦だ。そっか、ブルーノのデビュー戦か。ブルーノのデビュー戦覚えてるわ。ウルブスとの試合だったな。じゃあ君はウルブスか。確かになんか狼っぽいっちゃ狼っぽいもんな。初めてのポケモン勝負楽しんでほしいな。キノコだろ。痛いね。強い。ブルーノ強いわ。炎は草に強い。そうそう、予習はバッチリだね。予習なんてしてないんだけどな。ブルーノの個人戦術だ。ブルーノの守備力が下がってしまったわ。プレスバック遅れるな。イエーイ、レベル6。そんな驚くことでもなかったやろな今。君やるね。まあ、俺がやるってよりもブルーノがやんねんけどな。持ってた以上にすごい。絶対もっと強くなるよ。もう一回しょ、ま、もうマジで戦闘強だなマジで。校長止めて。あ、壊す。お疲れでおいでですよ。いやマジそうよ。ごめんね天白。ホゲータじゃなくてブルーノって言うんですけどね。まあ気に、うん、まあ、またやろうか。仲良しさんですね。いやでもブルーノの名前ちゃんと間違えてるというか、ちゃんと呼べてなかった時点でもう仲良しでもないけどな。チャンピオンとしていろいろ、え、チャンピオン、チャンピオンなのこの人。チャンピオンかよ。チャンピオンがようこんなとこおんな。スマホ持ってる、ちょっといじらせてね。ポケモン図鑑。自動で登録されるのはマジで便利やな。担任のジニア先生が作った。ジニア先生、どなた。私の時代は図鑑といえばノートに手書きでしたから。そりゃ大変だわ。頼もしい世の中です。下手やったら終わりやけどな。ポケモンと出会う素晴らしさは、そうだね、大きな成長をもたらすでしょう。頑張りますよ、私チャンピオンになるからね。そっか、学校行くの忘れたわ。学校あるんやったな。学校か、学校嫌やな。クワスはクラベルと行くのね。ってことはあなたペップか。確かにそれ、髪の毛なくなったらペップではないか。ペップではないか。プルッ。図鑑ももうちょっと頑張ろうか。まだ野生のポケモンを捕まえたことないよね。ないですね。私についてきて教えてくれんの優しいな。ポケモン図鑑アプリの開き方。マイナスボタンを押すとスマホロトムのポケモン図鑑アプリを開けます。これか、ポケモン図鑑アプリ。なんかもうすでに知らんポケモンが載ってる。ポケモンは戦ったり捕まえたりすることで図鑑アプリにポケモンの本が増えていきます。ほん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 。
登録されたポケモンの生息地を見ることができ、どうすれば会えるのかがわかります。ほう。あ、それは前と変わってないのか。あ、ホゲータがおる。これはニャオハか。あ、これあれかな、前と一緒？あの、なんか捕まえた方がなんか情報量多いみたいな感じだったよね、前も。変わる、なんでしゃがんだんやん。あ、ここか。とりあえずこっちか。とりあえず野生のポケモン捕まえに行く。でも選手補強はな、ちょっと自分で決めたいな。あ、マミー。いや、マミーマジ綺麗だ。ほんと。お父さん誰よ。投稿するんだってね。天白のことは私に任せてください。天白のこと、任したの？え、俺この人に任されたの？まあ確かにチャンピオンから学ばないとあかんこと多いもんな。素敵な先生が勢ぞろい。いや、学校のパンフレットに書いてることが全てではないよ。役立つ施設も使い放題だって。それはいいんだけど、学園ライフ楽しくなりそう。マミー、学校って意外といろいろあるよ。今日から学校で寮生活なんだからしっかりご…え、マミー、俺帰りたい家に。これお小遣いないとお弁当代…え、仕送りじゃないんか、サンドイッチか。マミー手作りのサンドイッチか。サンドイッチ、野菜やお肉などの具材をパンで挟んだ料理、ピクニックで食べるのに最適。美味しそうやな。お金くれ。いや、傷薬かい。まあ大事やけど。了解。初めて尽くしの毎日が始まるわ。マミーも一人や、家でな。もう勝手にお父さんおらんことにしてるけど。いつだって帰ってきてお休みしてもいいんだからね。いや、もう帰りたい。学校嫌や。学校行きたないな。学校行きたないな。でしょ？見る目はあるな、ネモちゃん。そうそうそうよ。ポケモン教えてよ、捕まえ方。走るの早いな。まあいいわ、俺も早いぞ。俺もう毎日学校から帰ってきたんやけどな。家にお母んのご飯食えるのなんて今だけやで。だって大人だったら食われへんねんもん。 あれだけ取ろう。あ、取れない。あ、ごめん。よそ道すんなってことね。寄り道か。小さじの小道。あ、さっきの図鑑に載ってたポケモンや。冒険が始まる道。町と違って道や草むらには野生のポケモンがいるんだ。ホゲータと一緒なら大丈夫だね。まあブルーノだからね。ホゲータって言わないでほしいんだけどね。モンスターボールくれるの？いっぱい持ってるからあげるね。そのちっちゃいカバンに。あ、ここもくれん。ありがたいね。かわいいみたい。なんか泣いてる。なんか目元泣いてるように見えるけど。習うより慣れちゃう。天白戦ってみて。え、最初の相棒あなた？野生のポケモンと戦ってるとき X ボタンを押すとモンスターボールを投げてポケモンを捕まえることができます。
うまく捕まえられないときはポケモンにダメージを与えて、あ、これはいつも通りなんでね。じゃあまずはダメージを与えていかないとね。グルドンっていうのか、キノコ。またプレスバック、弱まっちゃう。体当たり、あ、やっちゃった。ホゲータやっちゃった。ブルーの勢い余っちゃったわ。ごめん、倒しちゃったわ、ごめん。ポケモンを倒すとホゲータが成長して強くなる。倒す直前にモンスターボールを投げると捕まえやすいから、捕獲は失敗することもあるから、もうちょっと持ってた方がいいかも。あ、くれんのまた。え、めっちゃ大盤振る舞いしてくれるやん。ありがとう。はい、ありがとうございます。あの灯台を目指すってことね。上から私たちの学校が見える。 OK。 野生のポケモンです。野生のポケモンに触れると戦闘が始まります。はい、野生のポケモンに向かって ZR ボタンを押す。 ZR ボタンどこや、あ、ここか。 ZR ボタンを押してボールを投げることもことでも戦闘を始めることができます。木の上や空を飛んでるポケモンにはボールを投げて戦ってる。おう、へえ。木の上にって、なんかでもさっきさ、あれそうじゃないのこいつね。おい、あれ違う、あいつ無理なの。こいつポケモンじゃないの。まあいっか、とりあえず進んでいくか。わ、ポケモンもこんな感じになったんやな。なんかオープンワールドっぽい感じでできるようになったんや。昔はもうドットで横進みとかな、なんかこう上下移動とかしてたんやけどな。時代は進化するね、ほんと。あ、懐かしい、羽根っこじゃないこれ。うわ、懐かしい。羽根っこ捕まえたい。羽根っこ捕まえられるかな。羽根っこだよね、だよね。まずは弱らせる。あ、やっちゃった。ブルーの手加減知らずだわ。まあでもレベル上がったからええわ。何覚えたって？なんか覚えたけど、前か。あれ？こいつ見たことあるな。こいつは空飛ぶ、なんか、スズメみたいになるやつやけど。ああ、ごめん。よいしょ。まあ、とりあえずポケモンボールちゃうわ。アイテムだけ取っちゃって。こういうのはね、絶対。取っといた方がいい。あ、息傷薬。羽根っこか。羽根っこってなんか進化するんだっけ。え、何このなんかちっこいの。え、何こいつ、何これ。え、何こいつ、コフキムシ。コフキムシレベル4やからキノコで。はい。ブルーのマジで手加減知らずだわ、ごめん。小吹きの粉。あれ、これ登りたい。これ登れないの。あ、こっからか。あ、こんな序盤から元気のかけらって手に入んねや。こいつあれじゃん、木の上におるやつじゃん。タマンチュラか。これに耐え切ったらお前を仲間にしてやろう。いやー、君はちょっと赤い悪魔にはなれないみたいだな。
とりあえずアイテムだけ取って、これ上登りたい。なんかアイテムあるし、これ登れないの？あ、この羽根っこね。あ、これはあの小豚ちゃんか。なんやこいつ、こいつもなんか見たことないな。ちっこパモ、パモか。レベル2か。体当たりでいけるな。いけ。いや、ブルーノのフィジカル勝負勝ったか、耐え抜いたか。お前は仲間にしようか、ハモ。来い来い。よし、ハモ捕まえたよ。え、ハモ、ネズミポケモン、電気。頬の電気袋は未発達、前足の肉球で懸命にこするとようやく発電できる。かわいいなお前。もちろんニックネームつけるよ。なんかパーモ、なんか誰似てるやろ。電気か、電気っぽいやつおらんしな。なんか見た目なんかちっちゃいけど電気鋭いみたいな感じ。誰にしようかな。なんかちっこい選手おったっけな。ちっこい選手おったかな。ちっこい電気っぽい、あんなちょっとなんか丸みを帯びてたもんね、体がね。ってなったら多分成長しても大きくなると思うねんな。なんか丸みを帯びててちっこい感じ。お前はマラシアにしよう。マラシア、はい、頼むぞマラシア。これから期待や。よいしょ。不思議な雨、こんな早い段階から手に入んの。なんか昔はもっとなんか後に手に入ったイメージやけど、でもこの段階で使うのはもったいないな。これ登れないな、これね。しゃあないか、行くか。なんか羽根っことかはおるけど、なんかもっとなんか違うポケモンいないかな。鳥だろう。めっちゃ手に入るやん、元気のかけら。麻痺直し、あ、なんか手に入ってた。めっちゃ手に入るじゃん。元気のかけらってなんかもっとなんか高いイメージやねんけど、なんか結構なお金、1500円ぐらい払わないとなんか買われへんかったイメージやねんけど。こんなポンポン手に入んのか今。そっか。あ、なんか光ってるけど、ちょっとあれはさすがに登れなさそうだな。いや、アイテムが多い。あ、ピピエイド、あれ取りたいな。無理か、無理そうだもんな。到着か。天白ポケモンの捕獲は順調かね。はい、マラシアは手に入れました。グヒャー、何ですか。何の声今。強いポケモンいたりして、この辺危ない洞窟もあるからそこには行かないように。スマホロトムの安全機能があるけど崖には気をつけてね。まあ崖に行けってことね。
ピピエイド。こっちに向かうのはまた後にしよう。まだ行けないのか。ここか？これ行っていいんだよね。聞こえるぞ。なんかおるだろう。おるぞ。なんじゃ。あ、デルビル、懐かしい。このでかいポケモン、なんか、あれ、これ表紙のポケモンじゃん。伝説じゃないの、この人。この人じゃないわ。絶対に無事じゃない。おお、そんなスマホ欲しい。バイバイデルビル。デルビル欲しいな。デルビル欲しいな。まあでもこっちか。大丈夫。無事じゃなさそうだね。謎のポケモンは力なく倒れている。瀕死になったポケモンを1匹を元気にした上で HP を半分まで回復する。これでいいのかな。傷薬なんやろ。傷薬でいけんのかな。あ、違うのかな。ってなったらこれしかないか。他のものをあげよう。サンドイッチか。マミーのサンドイッチ便利。俺も食べたい。半分半分。あ、しゃあない、やるわ。うまいやろ。なんて言ったってあの美人なマミーが作ってんねんぞ。アギャース、ありがとうって言ってると思っとこう。もう行っちゃうの。いや、マミーのサンドイッチのツケは高いぞ。なんやなんや、もうおとなしいしなさい。マミーのサンドイッチマジすごいな。見た目すごい、なんかあれだね、なんかトカゲっぽいね。伝説のポケモンっぽいわ。ちょっとマミーのサンドイッチのお返しちょうだいよ。何かちょうだい。てかこれどうやって上に登るの、これ。あ、おるわ。まだ待ってくれてんの。道案内してくれんのか。おええやつやんけ。入り江のホラー穴。怖いな、これ。崩れそうやで、これ意外と。怖っ。こんなん子供一人で歩くばすとこちゃうわ、これ。ハグウエス、元気？怪我はしてません。大丈夫。
声の出どころ探そうとか言い出したから。そうですね、どうにか上まで登ってきて近くに来てくれたから。あなたなんかチャンピオンなんでしょ、なんか強いポケモンいないの？ポケモンの技で引っ張り上げるから。天白の前歩いてるポケモン何？ついてこいって。わお、あ、デルビル、ちょっと仲間にしたい。ヘルガー、ヘルガーだ、ヘルガーだ。あ、なんじゃい君、ヤングース。あ、なんかヤングースってなんかおったな前。これ何、診療って何これ。歌で相手を攻撃する、みんなで何これ、臨床、まあ、分からんけど威力も上がる。いった、ブルーノの体当たり、フィジカル勝負。ヘルガー、かっけー、ヘルガー、ヘルガーかっこいいな。こいつに怯えてこないのかな。このなんか下のこれは何やろな、このなんか緑の、あ、これディグダヤ、ディグダヤ、これそうでしょ。うわ、夏、いやー、でもディグダって、え、なんかディグダってなんかダグドリオになるのになんかあれじゃなかったっけ、なんか通信機能持ってないとあかんみたいな感じじゃなかった、なんか友達おる前提みたいなポケモンやったような気がするんだけど、あれ違う。まあ要はとりあえず体当たり、じゃあな。いやー、早くブルーの進化させたいな。いやー、ヘルガー欲しいわー。あれ、こっち行けるけど、めっちゃ寄り道してるけど。ラッキー、モンスターボール大事よ。やっぱね、補強する選手はね、やっぱちゃんとこうえりすぐらないとね。めちゃめちゃ可愛いやんけ。一匹だけ友達になりたい、欲しいなー、デルビル。暴れん坊のデルビルたち。デルビルの巣窟なんかな、ここ。デルビルかわいいなー、欲しいなー。でもそっか、ポケモンあれだもんな、なんかバランス考えなあかんもんな、チームの。だから炎タイプばっかりやったらな、チームも強くならへんからな。そうだよな、水タイプあんま持ちたくないんだけどな。え、ちょっと行ってくれ。すごい破壊力、君欲しいわマジで。あ、上まで来たのか。何か来てるよ。何よ、欲しい、欲しいよ。ルガン、ホゲータやれるのか。ホゲータ、え、これ、え、む、え、ちょっと待って、こう戦う、え、無理じゃん、レベル40でしょ。かっこいいなお前、
救世主じゃん。あんまり傷つけたら仲悪くなっちゃうわ。かっこよすぎだろ。いきなりなんかもう友好関係築いてるけど、このポケモンと。なんかネモさんよりもう仲良くなってる気するな。ね。このポケモンなんて言うんだろう。危機一発だってマジでそうだよ。レベル40なんてかなわねえよ。弱まっちゃった。なんで？力を使い果たして疲れちゃったのかな。元トカゲってポケモンに似てるけど、元トカゲ、その元トカゲが知らんからな俺。いきなり形が変わったけど大丈夫なのかな。いやどうだろうね。まあでもマミーの天ハグ、マミーの天ハグちゃうわ、マミーのサンドイッチは効果的だったよ。すごかったでしょ。マジで一番仲いいんだけど今。出してない出してない。横取りすんなよ。この子でしょうね。天ハグのポケモンになったら絶対勝負させてね。連絡先交換しとこう。あ、向こうもロトム持ってんねや。スピードスター、スピードスターはなんかそんな強いイメージないけど、強いのかな。そっか、技マシーンは1回しか使えなくて、秘伝マシーンかなんかが何回も使えるんだよね。灯台に登って、登るのがしんどいと思うけどな。灯台に行く。よろしくなお前、今日から俺のポケモンや。とりあえず灯台に行ったらいいのか。ポケモンがその辺にうろちょろしてんな、やっぱり。誰だあれ、あいつは。おい、変なちょっかい出すなよ。救世主やぞ。知ってるよ。文系クラスのペパー。ポケモン博士、オーリム博士の息子さん。オーリム博士。てか今もってあれだね、校長からポケモンもらったよね。大体なんか博士からもらうイメージやけど。母ちゃんは関係ねえ。あ、オーリム博士って女の人なんや。なんでこんなとこいるんだ。知らねえよ。どうしてこの姿に。助けてくれた。だから何もすんなよ。ええやつやぞ。力
を使い果たしたみたいで、その後へこんだり、へたり込んだりしちゃったけど。この姿じゃ戦えねえさ。コライドンの本当の姿は戦ってる時のフォルムだからな。コライドンっていうのか。なんで知ってんの？マジでそうだよ。研究所には入れねえよ。鍵かけたからな。開けてよ、じゃあ。うちの学校の生徒かよ。コライドンは普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃねえ。結構生意気だな。コライドンの世話が務まるか俺が試して。こいつなんか腹立つな。腹立つな。やってやんじゃい。まあ、うちのブルーノが負けると思ってんのか。もやもや気分晴らせても、それこっちのセリフだわ。なんか男前なのもなんか腹立つな。行けブルーノ。嫌なやつのこと思い出しちまった。落とし前つき。嫌なやつのこと誰と勘違いしてんだよ。ブルーノの火の粉。あ、こいつ星ガリスっていうんか。なんか見たことあんな、こいつ。じゃあな。お、マラシアレベルアップ。300円って少な。もうちょっとお金欲しいけどな。まあ学生やから金ないかね。テンハグナイスファイト。でもそんな大きい荷物持ってたらなんかお金持ってそうやけどな。なんか主戦度みたいで嫌やな。申し訳ないわ。ごめんな、ペパーさん。ペパーくんか。多分同い年なんだよね、多分。コライドン連れてくのはこれ持ってけ。あいつを制御するモンスターボールさ。なんでお前が持ってんの。コライドンのボール、謎のポケモンコライドン入れるモンスターボール、ペパーという男の子からもらった。もともともしかして、あなたのポケモンとか？いや、マジそうよ。やっとボール手放せたぞ。どういうこと？なんで？学校ちゃんと来なよ。モナちゃん優しいね、あなた。ネモちゃんか。いやー、マジか、仲間なってくれた。え、使えるのかな。問い詰めてやろうね。いや、マジよ。もうコライドン仲間なってるから俺。マジ忘れた。学校なんか見る言うてたな。すっかり忘れた。大体なんかあるんだよな、こういうのって。このポケモンがいっぱいおるね。元気のかけら。じゃあ灯台の上に登らなきゃならんのか。あ、これ登るんか。しんどいぞこれ。これ大体登るのより降りる方がしんどいねんな。あれ学校？あれ、え、あれ学校？めっちゃでかいやん。あれが町ね。ごめんごめん。あれが学校かと思ったわ。あれ全部が学校やったらやばいなと思ったけど。入学料えぐそうやけどな。ボールがついてる大きな建物が私たちの学校なんだ。
学校中心の町なんかな。テンハグと勉強できるの今からすっごく楽しみ。勉強か。ポケモン勝負のこといっぱい学べる。ポケモン勝負のことって本当勝負のことしか考えてないな。ネモさん、あなたすっごいでしょ。まあ景色はすごいけどさ。草むらに森。いやー、新しい仲間に早く出会いたいな俺。でもこういうのってもう学校行く前にいろんなとこ行った方が早いような気がするけどな。パルディア地方へようこそ。ここはパルディア地方か。あれも町か。プラトタウンを目指しましょう。これ学校まで歩いていくのはちょっとしんどいな。もう自転車で家から通いたいな。あー学校か。だよね、なんか光ってたもんね今。勝負しようよ。君も戦闘強化。しゃあないから勝負したるわ。短パン小僧のユウト。ユウトくん、ポケモンは勝負ばっかじゃあかんよ。短パン小僧に大人の実力を見せてやるか。すまんな、これが大人の力だ。なんか子供から220円なんか取るのもったいないな。なんかかわいそうやな。なんか返してあげたいな。お小遣いとか少ないやろうから。クラブのね、コダックだ。コダック、なんかえ、あ、ルリリもおる。コダック、コダック。でもなんかホゲータもなんかもうホゲーとなんかポケーとしてるから、なんかコダックも手に入れたなんかホゲーとしてるのが2匹になっちゃうな。でもコダックってなんか進化したらなんかあれなんだよね、なんか鋭い目つきのやつになるんだよね。どうしようかな、捕まえようか。コダック頼むぞ。コダックの能天気。6レベ。痛い。そうだった。忘れてた。こいつ水ポケモンやった。ちょっと。おい、ちょっと待て。ブルーノがやられる。その前にモンスターボールや。おとなしく捕まれ。よし。あぶね。あぶな。いつも頭痛に悩まされている。この頭痛が激しくなると不思議な力を伏せ。まあ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 。帰るよね。名前どうしようかな。なんかポケーっとしてるやつおらんもんな。でも今のユナイテッドに、でもいずれなんか色的に水色っぽくなるから、リサマルにしようか。6文字でしょ。リサンドロ5文字か。マルティネス。リサマルにしようか。リサマル、リサ
さまる。りさまる。よろしくな、りさまる。お前はいずれ軸になるというか、軸になってもらわな困る。コダックいっぱいおるやん。あ、あ、なんかこんなポケモン見たことあるけど、こいつ素早いんだよな。なんか欲しいけど水ポケモン手に入れたったしな。そうや、回復させないとな。回復させちゃおう。傷薬。コダックも回復させちゃって。あれ、あいつおらんくなっちゃった。あいつもなんか欲しいけどな。こいつじゃない。あ、おったおった。捕まえる？名前なんて言うんだったっけな。ブイゼル。そんな名前だったっけ。行くぜ。体当たり。前も捕まえよう。その素早さっぽい感じ、なんか速そうなポケモンは一応欲しいわ。ブイブイ。ブイゼルののけ。尻尾をスクリューのように回し、水中を泳ぐだけでなくまとわりつく海藻も切れる。名前をつけますか。はい。刈り取るタイプか。刈り取るって言ってたもんね今。でもなんかなんかね、確かね、でかくなったらね、なんか身長高なるんすよこのポケモン。身長高くて刈り取る系。もうマクトミネしかおらんやん。マクトミネ いけるね。カキクマクタチステとマミにぬね。マクトミネ、お前の名前はマクトミネや。よろしくな。これ学校行くまでに寄り道めっちゃしちゃうな。あー、制服びしょびしょや。モンスターボール大事。君は見たことあるね。コダックがいっぱいおる。コダックかわいいな。あれなんかさ、なんか人気のポケモンみたいなおったよね。なんか女の子に。あれコダックだっけ。あ、ゲンガーか。ゲンガーかなんかすごい人気なんだよね。何このポケモン。何このポケモン。しきじか。レベル7か。キノコ。不意をつかれて動けない。お、効果抜群。すまんな。お前はブルーノの経験値になってもらう。マラシアの電光石火持ってそう。マラシア電光石火持ってそうやな。マラシアは電光石火持ってるだろうな。広いな。いろんなとこ行けるな。でもなんかこれ自転車とか乗ってなんかさーっと移動したいな。これこれいくらでも奥行けるな。これあれだけ取りに行っちゃおうか。
アイテムは取っていきたいんだよ、ちゃんと。とにかくまあここをひたすら漁ってみるか。まあ、できればな、早めに進化させたいしな。なんかちょっと珍しいポケモンとかおらんかな。ね。やっぱちょっと特殊能力持ったポケモンとか欲しいよね。なんかおる。何あれ。え、何こいつ。おい。こいつ何。こいつ何。おい。これ。え、こいつ何。あ。何これ。これくれ。え、あれポケモンじゃないの。なんかおったけど、なんか珍しそうなポケモンやったか。欲しかったな。スピードスター。いやー、あ、すまん、なんか戯れてたのにごめん、気づかんかったわ。ややこまは倒しちゃおう。痛い。じゃあな。アイテムの回収と。こっちはなんかあるかな。あ、なんかありそうだな奥。上まで戻る。もう水ポケモンはもう十分おるからな。やっぱバランス大事やからな。あ、え、なにこいつ。なに、え、なんか、え、なに、なんかあれあれ、こういう感じ。あ、いけた。なんこいつ、なんかディグダみたいな見た目してる。海ディグダ。何海ディグダって。ごめんな、ちょっとなんかごめん、思った以上に気持ち悪かったからちょっとごめんだわ。あ、コイキング。あれあれ、あ、入れないのか。これ。あ、なんで、な、何これ。なんでこんなん出てきたの。コイキングは倒しちゃおう。そうそう、あなたは跳ねるしか使われないの知ってるんだよ。じゃあな。経験値がうめえ。マクトミネの水浸し、まあ汗をかくからな。あ、キャモメや。いやー、キャモメ夏いな。ペリッパーになるんだよな。僕がねポケモン始めたのルビサファからなんですよ。だからね、キャモメはねもう僕のスタート地点なんですよね。アニメはね、あの初期から見てたんだけど、ポケモンのゲームを始めたのはルビサファからなんですよ僕。しかも初めて捕まえたポケモン多分あのキャモメなんだよね。あー、登れない。あとこっちから戻るしかないか。まあいいか、アイテムあるし。あ、やってて、これ上に戻られへんのかな。これ戻れないのかな、これ。あ、こっちから行けるか。コダックかわいいな。お、寝てる。あ、ごめん、起こしちゃった、ごめん。
やこれあれだな、これ永遠にうろちょろしちゃうなこれ。ねえ、ちょっと向こうさすがにあれだな、学校行こうかそろそろ。学校どっちだっけ、こっちか。あ、そうです。まずなんか寄り道してかなあかんねんな。まあちょうどええか、ブルーノも回復させたいし。ポケモン元気になっちゃった、ええことやんな。何を教えてくれんのよ、こんなちっちゃい子から教わることあんのかな。天白こいつ確かグルトなのかな。グルト見た目可愛いんだよな。じゃあな。もうブルーノがもうそんな簡単にもう破れへんよ。なんか子供からお金取んのなんか申し訳ないな。なんかまた知らんポケモンおる。何これ。何こいつ。パピモッチ。パピモッチ。キノコだ。パピモッチ。パピモッチに診療を与えてみよう。じゃあな。こいつも知らん。あ、知ってるわ。プリリンみたいな名前だよね。これ確かプリリンだよ。プリリンだよね。プリンやったわ。全然違って。いや全然違うことはないけど。プリンか。プリリンじゃなかったっけ。あ、そっか、プリンになるのか。すまんな、ブルーノの体当たりや。これブルーの体当たりばっかりやったらフィジカルだいぶ強くなりそうやけどな。おお、ちょっと回線というか映像処理が。プラトターン、あ、何これ。あ、ジョイさんおる。ここはポケモンセンター、すごいオープンな感じだね。おしゃれだね。なんか USJ にもこんなお店あるんだよな。ジョイさんってほんと毎回綺麗だね。右の男の人は何？お隣フレンドリーショップではポケモンを隠する、あ、お店か。はい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 。リーグペイというポイントでもお支払いができますよ。お支払いが？え？リーグポイント、あ、はいはい、オッケーオッケー。そちらの端末は技マシンマシン。へえ、技マシンを作れる。あ、なるほどね。なんかいろいろなんか物を手に入れてたのはそういうことか。あ、え、そんなくれんの。落とし物をたくさん分けてもらった。ユニオンサークルでは通信で一緒に冒険するメンバーを募集することができます。はい、あだます。困った時はポケモンセンター、ここテストに出るからね。そんな簡単な問題出んの。おすすめの合言葉、レッツゴー R ボタン。何これ。へえ。 R ボタンを押すと戦闘のポケモンにレッツゴーと指示を出すことができます。レッツゴーをしているポケモンは近くにいるポケモンと戦ったりアイテムを取ってくれたりします。うん、はい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 。
ポケモンに指示をしなくても戦ってくれるお任せバトルになります。ほう。お任せバトルはポケモン同士の強さやタイプによって勝ち負けが決まります。どのポケモンを劣後させるか考え、でもこれお任せバトルしてさ、経験値もらえんのかな。まずそうやな、ジョイさんすいません、ちょっと直してください。はい、ありがとう。何？道に迷った時はポケモンセンターで冒険のヒントを聞いてみましょう。近くにあるおすすめの目的地をスマホだと。マジで？教えてくれんなんか。誕生日の登録って何？天白の誕生日、ごめん今全然知らんわ。道に迷った、まずは学校。はい、もうそれはなんか知ってましたわ。道具何売ってんのかな。モンスターボールって何個持ってんのかな俺。25個あんのか。じゃあ別にいらんな、無駄遣いしてないからな。待ち合わせにぴったりね、まあ、こんだけ目立てばね、それはもう待ち合わせにぴったりだろ。何そのポケモン、何このなんか木の実みたいなポケモン。ゆっくり歩いてね。ここはプラッと立ち寄る安らぎの街だからプラトタウンっていうの。あ、ペリッパおる。ペリッパ、そのでかい口昔怖かったな。何売ってるの。甘くて冷たいアイスはいかがですか。高っ、アイス900円って高くない？ちょっと言いません。ちょっと900円は高いわ。せめて2、300円にしてほしいな。ケンタウロスってこんな見た目やった？かっこいいな、ケンタウロス。ケンタウロスか。初期のポケモンだよね、ケンタウロスってね。アイテムをとりあえず拾っていきながら、学校な。何これ、経験の雨。アシストパワー、あ、ラルトス。わあ、欲しい。サーナイトにできる。いやールビサファの時なんてもう草原歩きまくっても全然出てこへんかったのにな。頼む、 OK。 行くぜ、君は欲しい。エスパータイプだよね確かね。いやー、ラルトスは欲しかったよ。ラルトスの落とし物、エスパーフェアリー、もちろんつけるよね。ラルトスか。いずれあんな綺麗なお姉さんっぽくなんねんな。まあ、女の人おらんからな。女の人がいねえんだよな。でもなんかラルトスってなんかあれだよね、なんかサーナイトじゃないやつにもならんかったっけ。あれにもなるんかな。どうだろう。でもなんかエスパーか。
なんか気品のあるタイプだよね。マンチェスターユナイテッドで気品のあるような感じの見た目の人、誰だろう。気品か、気品か、エリクセン、エリクセンかな。エリクセンなんか、エリクセンなんか、なんか気品はあるんだけどな、なんかここでエリクセンを使いたくないんだよな。誰がいいかな。エリクセンじゃないってなったら、でもなんか一番しっくりくんのはエリクセンしかいねえんだよな。エリクセンでいくか。絶対多分この先もキープしてるからな、サーナイトちゃんは。エリクセン、サシスセ、エリクセン。しかもなんかエリクセンっぽい名前やしな、なんか見た目もな。いや、なんかポケモンめっちゃ捕まえてんな俺。こんな早々にポケモン、こんな行さん捕まえていいんかな俺。もう学校に行ったらいいのか。とりあえず学校行くか。アイテム拾いながら、よいしょ、勝負しようぜ。グリーかわいいな。あー、ブルーのが見えない。あ、オッケー。じゃあな。ポケモン入れ替える。いやー、もうこれはもうマクトミネでいこうか。あ、デルビル欲しいな。水浸し、なんか勝手に選んじゃったけど。攻撃じゃないんだ。水の技ないのかな。ないのか。マクトミネの体当たり絶対強い。あれ、意外そんなことなかった。まだ線が細いからあれか。マクトミネやけど負っちゃった。マクトミネの体当たり、とにかくフィジカル強化や。マクトミネめっちゃ勝負してるけど、相手と。相手レベル5やで。マクトミネの防御力が下がった。とにかくフィジカル勝負。熱いもう。そろそろ倒れてくれ。終わり終わり、次で終わりだ。 OK。 160円あざまーす。返してあげたいね。まあでもお金は一応いただいとくよ。本当は返してあげたいけど、ごめんね。いや、マジひれえな。学校行きます。通学中におじさんとポケモン勝負しないかい。これもしさ、おじさんこれ学生に買ったら、学生から金持っていくってことやろ。
そんなおじさんはもう俺が倒すしかないわ。懐かしい、ゴクリンや。じゃあな、ゴクリン。お、やるな。あ、あかん、眠気を誘われ、なんか何ターンかしたら多分あれやね、眠なんねんな。すまんな。おじさん、あんたからお金は欲しいぞ。よし、1000円ぐらい欲しかったな。いや、アイテムが行さ、あ、ピチューじゃん。これピチューだろ。うわ、ピチューだ。いやー、ピチューか、すまんな。倒すわ。体当たり。オッケー。あ、ミスったな。そうやったわな。そう、電気タイプって確かなんかボディーブローしたらあかんねんな。すまんな、ブルーノ。マラシアは新しく充電を覚えたい。充電って確か技の威力、そうだよね。鳴き声、うん、鳴き声を忘れさせようか。マラシアは今充電期間やから。オッケー。お、なんかある。これもう、ま、マジで全然進まないな、これいろいろうろちょろしちゃって。あかあかあか、もうさすがに学校行こう。学校行かないと物語が全く進まへんそっか、ピチューとかもおんのか。まあ、いずれは手に入れるかもな。アイテムだけ取ってで学校に行こう。ポケモンセンター発見。あ、またアイテムあるわ。アイテムは絶対取っときたいしな。あ、もうでっかい町やな、これ。これな、でっかい町よ、これ。なんか勝負したそうやな。まずはでもブルーのをちょっと回復させてからやな、せめて。はい、これ、あれ、ポケモン預けるところあるんかな、これ。はい、方向ボタンを押すといろんな機能が使える。へえ、あざます。勝負してやるか。どうもポケモンリーグです。ポケモン勝負してみますか。ここ南一番エリアで4人のトレーナーに勝ったら豪華な景品をプレゼントですよ。あなたが勝ったトレーナーは4人ですね。電磁波、はい、ありがとう。しゃあない、ポケモン勝負してやるか。もうめっちゃやりたそうやもんな、ポケモン勝負。ここがテーブルシティ、配達の途中だけど仕事してください。配達員の秀則。おったな、なんかそんなポケ見たことあるぞ。ここ柄、見た目がかっこいいな。
きからなんかブルーノの守備力めっちゃ下げられてる気がするな。じゃあな。え、噛みつく？あ、ブルーノの技か。ブルーノは睨みつける、忘れさせよう。ブルーノはなんか噛みつくとかしなさそうやけどな。552円ありがたい。あ、間違えて当たっちゃった。ま、すまねえが経験値になってもらおう。すまんな。次はどこに行ったらいいんだ。あれ、どこに行ったらいいんだ俺。あれ、制服春夏。え、あ、見た目変えれるやん。イギリスは寒いから冬で行こうか。はい、ちょっと学校に行ったらいいんだよね。じゃあこの門から入れんのか。あ、行けそうだね。これ子供一人じゃ開けれねえだろこれ。ネモさん開けて。成長しましたよ。まあ、またすんの？もういいよ、やってあげるよ。実りのある勝負をしよう。こんな入り口の真ん中でやらんでもよくない？もうちょっとなんか邪魔にならんとこでやろうよね。もうここは迷惑だろ。すまんな、もう早く終わらせないと人の邪魔になっちゃうわ。じゃあ火の粉と、じゃあな、にゃおにゃお。ニャオハにはもうあれだな、体当たりでいけるな。すまぬ。狙っても当たらないのに、狙い方も分かんないんだけど。入れ替えてみるか。そうだな、リサ丸。もうポケモンだってうち 5体いるからね私。あ、こいつ電気じゃん。念力とっておき使っちゃう。何を、何やそれ、何やそれ。何それ、ポケモンをテラスタルタイプの威力をもっと高めるの。セコ。いや、そんなん。リサ丸。マジかよ。
おい卑怯だぞ。年齢計。ちょっとリサマルやられそう。こっちもこれでいってやろう。行けマラシア。効果今一つでしょ。ちょっとせこくないそれ。ちょっと俺にもやらせてよ。ひっかく。いやマジせこい、マジせこい。いやまあちょっとずつダメージ与えていくしかないか。あマラシア、もうしゃあない。ブルーノやってくれ。ブルーノの火の粉。俺の方がレベル高いのに相手の方が早い動くの。マジブルーノナイス。さすがだわブルーノ。リサマルは新しく乱れ引っかきを覚えたい。持ってそうだな乱れ引っかき。引っかくとどっちがいいんだろう。乱れ引っかきは技15回。うん、まあ、尻尾振りいらないか。手ごわかったわマジで。とりあえず回復させたいな。マラシアが倒れてる状態、言い汚い。そんなんでそのテラスタルって何なの。後で何とかしてあげる。強いから忘れがちだけどポケモン始めたばっかりなんだよね。そうよ。手上げに元気のかけらをプレゼント。3個もくれるなら許してやるよ。こっからまあ学校か。てかまだ学校行ってなかったよな。もう今から学校もなんかしんどいな学校一休みして追いかけるね。回復させたいな。先回復先させたいよ俺。オレンジの制服着てる人ばっかりやな。ほとんど学生が住んでんのか。まあ、学校が中心の町やもんな多分これね。いやこりゃひでえぞ。やっと着いた。マジやっとよ。パルデア地方最大の都市。やっぱ最大なんだ。昔から交易が盛んで新しい技術や知識を求めてたくさんの人たちがやってくる。髪型をいじれる美容室。お惣菜が美味しいお店行きたいな。お惣菜が美味しいお店行きたい。お惣菜、お惣菜。あはいそうです。何をまた勝負しようとか言わんといて。
テラステルは使ってほしい。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。そんな代わりにやってもらえるもんなの？制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。マジで？私のおすすめはポケモンに持たせて便利な道具を売ってるデリバードポーチかな。何それ、デリバードポーチって。うん、学校の前ね。はいはい、 OK。 はい、ありがとうね。手続き頼むよ、忘れといてよ。俺も使いたいんやから、テラステルかなんか分からんけど。とにかく、まあ、街をうろちょろしてみるか。お惣菜屋さんどこやろ。なんかでっか。あ、これあれか、あのさっきのリスの進化系か。あ、これはパチリスだな。知ってるポケモンがちょこちょこおる。これは、これホットドッグ屋さん。ホットドッグ屋さんちゃうわ、サンドイッチ屋さんか。サンドイッチ、具材をこうして調味料を合わせれば。あ、ごめん、考え事してて。まあレシピ考えてそう。いつかマスターレベルと呼ばれる至高のレシピを思いつくのが夢でね。ありがとう。一度でも二度でも毎度サンドへようこそ。高っ。高いわ、ごめん、買わない。みんなええもん食ってんな。ゴクリン。あっ、何これ、このポケモン知らんけど。この子は知ってる、ウソハチや。ウソハチってこう見えてあれなんだよね、草ポケモンじゃないんだよね確かね。いいな、みんな友達おって。お惣菜屋さん行きたいな。お惣菜屋さんどこよ。これは、これはカフェか。当店はくつろぎの場です。喫茶室なぎさです。あ、中には入られへんの。まあでも喫茶店やったらこれぐらい値段するか。ポテトはちょっと高いけどな。いや、何も買わんかったら追い出されたわ。ここは、あ、これなんか理髪店っぽいな。違う、レストランか。いや、まあ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 、まあ、これぐらい値段はするわな。これは、これ何のお店かな、これ。バラト。え、かわいい、レモンのジェラート。食べたいな。こんなん、なんかあれリアルでもできそうやけどな、ポケモンのなんかそういうレストランとかでね。えかわいいな。買わんけど今は。これは、あ、これも食事店っぽいな。ここは何のお店？お菓子屋さんか。あ、そういえばポケモンって、あ、回復してんのか。広いな。これはカフェ屋さん。うん、これは本屋さん。あ、本屋さん入られない。いやー、なんかまた開けたとこ来たな、これ。これなんて書いてんのよな、これ。ピクニックショップ野原。何これ、柔らかいパープルカラーのテーブルクロス、肌に優しいさらりとした触り心地で、食器を置いても音を立てない。なんなんこれ、これなんか使うの、これ。わからんな、下手に買わんとこか。
ケモンの落とし物。お金がなくても欲しいもの買える。あ、これカバン屋さんじゃん。これかわいいカバン。キャンパスリュックホワイト。これ見た目見えないの？あ、見えるわ見える。あれ、白、ブラック、レッド。いやこれはもう買わなあかんな。レッド買おうか。はい、オッケー。はい、あ、これが髪の毛や。理髪店や、回ってるもんね、あれが。こんなおしゃれなお店。ヘアアレンジ。なんか別に初期にできる髪型とほぼ変わらんな。これができないかったわ、確か。カーリーショート。カーリーボーン。なんか今すごい伸びたけど今。ねえ、伸びたよね今これ。ねえ。ツインテール。男の子でもツインテールとかできるんだ。あ、かわいい。あー、コンロいいな。あ、コンロいいな。いやでも今の髪型も結構好きやからな俺。いや、いっか。はい、すんません。とりあえず出るか。お惣菜屋さんがまだ見つかれへんな。どこに行ったらお惣菜屋さんがあんの？お惣菜屋さん。あ、これ帽子屋さんや。帽子変えれるんやったら変えたいな。スポーツキャップホワイト。え、これまたレッドとかにしたらどうなの？あー、確かにいいんだけどな。ちょっとなんかちょっとイメージと違うんだよな。まあお金もあんま無駄遣いしたらあかんしな。メガネはいいわ。メガネはかけてない。ソックス。これは靴か。靴は欲しいな。靴は欲しい。ハイテクスニーカーレッド。あ、いいね、ハイテクスニーカー。他のなんか見た目違うで。あ、これはなんかカップル。カップルとかいらない、いらない、そんないらない。ローカットスニーカー。あー、シンプルだね。ローカットスニーカーいいな。あ、いいね、シンプルで。でもズボン変えたいな。いやー、ローカットスニーカーいいな。いやでもお金なあんま使いたないな。9000円しかないからな今。いいか、今は我慢しよう。まあでもここにあるっていうことを覚えといたいわ。これも喫茶店だもんな。え、これ何の店これ。 R&T グローブ。あ、はい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 。手のあれか。あ、帽子。あ、帽子とかもあるんや。グローブ800円は安いな。あ、グローブは買っちゃおう。はい、あれ、グローブつけてない。なんでグローブつけたい。あれ、どうやってつけんのこれ。あれ、どうやってつけんのやろグローブ。あ、これか。
グローブ。結構いろんなものあるんだな、意外と。はい。赤いね。これはあれだな、多分傷薬とか売ってる感じやな。いやこれ、おどうたくん懐かしい、めっちゃひっつかれてるね。これは料理のお店っぽいな。これあチルットや。あこれも見たことある。これダイヤモンドパールで出てきたポケモンや。なんかミツバチみたいな名前。広いな。どうしよう、学校行くか、そろそろ。全然学校行ってないもんな。学生もいっぱいおるわ。学校で待ち合わせって言ってたもんね。というかさ、なんかずっと思ってたんやけど、このなんか建物さ、なんかすげえあのあれに似てない？名前忘れた。サグラダ・ファミリア、スペインの。めちゃめちゃ似てない？何これ、下っ端へ、君もスター団に入ればお星様のように輝ける。何これ、スター団。ほんと何なの君さ、仲間と眩しい青春を送りたくないの？まあ、遠慮しとくよね、そらね。いいね、君仲良くなりそうだわ。勧誘ノルマがあるんだ。勧誘ノルマがあるんだからさっさとスター団に入りなさいよ。かわいそうになってきたわ。助けよう。君は同志だ。入団希望なら後でね。入団は希望しません。そんなもうキラ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 ないらん。君は知ってる。知りません、知りません。せっかくスター団に入ったのにこんな扱いてえんじゃん。勝負するっきゃないよね。生意気な新顔ちゃんは私がお星様にさしちゃうわ。ダサびっくりするぐらいダサかったわ今。あんなポーズ俺したくない。何このポケモン。シルシュル。ちょっと情報がなさすぎるな。噛みつくでいってみよう。噛みつく。キノコもやってみようか。意外と強いな。すまんな。マジ強いんだけど。すいません、まあ、ブルーのが強すぎるんですよ。なんだよそのなんかもうめちゃめちゃなんか演技してる感じ半端なかったけど今の。生徒会長。スター軍団、そういえばなんかさっきから制服着てたな。普通に学校の生徒なんや。いやもう嫌や、もうネモちゃんと勝負したくない俺。いやもうそういうことではないよ。また強引な勧誘してる。あ礼儀は正しいんだね。
超マル秘アイテムで解決しちゃえ。あ、テラスタ、テラスタルオーブ。結晶の力を秘めているオーブ、エネルギーがチャージされているとポケモンをテラスタルさせる。テラスタルね。炎タイプにテラスタルしよう。これもらうのって本当は専用の授業を受けないといけないんだけど、私が推薦しといたから。ありがとう。もう授業での嫌や。まあ申し分ないけど頼むわ。すまないな、付き合ってもらって。テラしてるね。あ、やっぱちゃんとするんや、そのポーズ。このスター軍団のさ、ボスは一体どんな見た目なんやろな。テラスタイプになります。テラスタルは一度使うとしばらく使えなくなります。うまく使って勝利をつかみ取りましょう。ポケモンセンターで回復するとまたテラステルできるんだ。ほう。どうやって？どうやってテラステルするの？あ、あったあった。テラステル。キノコ。ピカピカだ、ブルーノ。強っ。こりゃ強えわ。お金だけもらっただけみたいになったな。テラステルの実験台にされて、なおかつお金もむしり取られるっていう。なんかスター軍団かわいそうやな。なんかテラスタイプと同じタイプの技はさらに強くなる。たまに全然違うタイプにテラスタルするポケモンもいるから、戦闘の幅が違うタイプになる。はいはい。お疲れ様でした。私もこの辺でお疲れ様でした。やんちゃな生徒の集まりなんだ。出席率も低いし、集団で暴走してるし。出席率は多分俺も低くなるけど、暴走はしないよ。あ、だ忘れたわ。そや、君忘れてた、ごめん。いえいえ。すごいリュック持ってるね、それ。どうやって手にはめてるのかな？人助けしてたんだね。はい。あ、あの子も転校生なんか。向かいますか。地獄の階段頑張って登ろう。こんな高くする必要あった？階段これ。もう絶対。おいおい、エスカレーターつけようよこれ。大変だわこれ。登るの大変よこれ。そんな早く登れてすごいわ。俺なら多分半分ぐらいでもうしんどなってるわ。もう大人になったら運動せへんからな。まあ、する人はしてるけど。学校でかいとか、ほんまにさ、これさ、スペインのさ、サグラダ・ファミリアにそっくりなんだよな。なんかあのこの3本のこのなんか塔みたいな感じのものが。どうなのかな、やっぱイメージして作ってんのかな。まあいっか。とりあえず入るしかないね。
と学校よ。ここは学校のエントランスね。コダックが受付してくれてんのか。いろんな授業を受けられるし、校内のいろんな施設につながってる。勝負できそうなくらい広いのにエントランスでのポケモンショーは禁止でしょうね。そらね、あなた本当どこでも勝負しようとするね。あ、校長、初めての登校はいかがでしたか。1時間半ぐらい登校するのに時間かかったわ。大変。本当よ。まあでもいろいろ助けてはくれたな、確かに。スター軍団の、本当よ。下折ったよ。どちらでですか、下ででよ。EV バックの子が、そう。どっか行きました。でもあんなスター軍団とかなんか結構そんな捕まえるの難しくなさそうやけどな。ワイルドはほどほどに。いや、絡まれたというか、まあ、絡みに行ったのはまあ確かにこっちやけど、すいません。イーブンバックボタンさん、学校にいらしてくれて何よりってことは不登校なんかな。担任のジニア先生、あーそっか、これ今から授業あんのか。私たちの教室1の A まで案内するね。いやー、登校に1時間半ぐらいかけてさ、授業この後受けるの結構しんどいよね。ジニア先生、おはようございます。ジニア先生かっこいいな。今日は大ニュースがあります。知りたい人は誰かな。みんないい子だね、素直そうで。今日からこのクラスに新たなお友達が増えます。ざわ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 ざ。いや、生徒会長一番前に座ってるわ。こんばんは。よろしく。停泊です。いずれチャンピオンになりますよ、この人は。あ、いいよ。何を。デンハグさんはポケモンのどういうところが好きですか。あー、ポケモンのどういうところが好きですか。まあ全部かな。ネモはもういいんじゃない。天白さんはこの学校で勉強していって将来何を目指していますか。え、決まってます。え、チャンピオンがない。チャンピオン、まあ強いトレーナー。あー、分からん。チャンピオンがいいな俺。ジニア先生ね、すごいなんかもうパープル色強いね。すごい好きなんだろうね。はーい。はい、よろしくお願いします。天白、リュック下ろしてもいいんだよ。学校の中を自由に探検してみよう。生物の授業が受けられるようになった。数学バトルの授業。へー。学校内を移動できるようになりました。人の顔があるところでは何かが起こるかもしれません。
食堂のおばあちゃんの手作り。あいつおるやん、あのポケモン受け渡してきた人、あの伝説っぽいポケモンを。あいつどこにおんねやろな。おらん、いない。あ、おるわ、奥におった。あ、これあれやん、ゾロワークちゃん。これゾロワちゃん、これそうだよね。なんか映画化してたイメージやけど。そう、ペパーや、忘れた。ペパー、名前忘れるわ。名前、ごめん、名前忘れてた。さすがの記憶力ちゃん。なんでそんな名前になったのか分からんけど。学校中お前の噂で持ちきりだぜ。なんで北くんのね、学校のために足、やっぱり不登校なんだ。その強さ貸してくんねえか。いや、その、ま、何の目標よ。いや、詳しくはいらないかな。意外かもしんねえけど、俺ピクニックが好きでさ。まあ意外ではないな。まあそんだけ大きいリュック持てたらなんか入ってるやろなと思ってたけど。今はポケモンを元気にする健康料理を研究してんだけど、この前見つけた本に食べればたちまち元気になる秘伝スパイスっていう食材の情報が載ってた、うん、その粉末をペロッと舐めるだけで滋養強壮、血行促進、老化防止に免疫アップだ。それはすごいな。パルデアにしかないガチで珍しい食材らしい。だけど秘伝スパイスは主ポケモンってのに守られてて簡単には手に入らねえんだと。主、多分こんなやつ。エリアゼロの怪物。エリアゼロには不思議なポケモンが生息している。下に行くにつれてポケモンかどうかもわからないような巨大で凶暴な生物がその姿を見せ始める。彼らの猛攻を受けたことで隊員が致命傷を負い一時退却することとなった。なんかわからんな。なんかようわからんポケモンやな。あれ、なんかドンファンみたいな感じじゃない。ドンファンやっけ。なんか初期のポケモンにこんなポケモンおったよな。こんな角は長なかったけど。あ、書いてあるわ、ドンファンって書いてあるやん。観測隊の一人が偶然撮影した写真、ドンファンというポケモンに似ているような気がする。だよね。体の大きさや背中の形など生物的に全く異なる。なんと偉大な牙であろうか。確かにね。自分で取りに行きたいけど俺ポケモン勝負は苦手でさ。意外やな、向こうそっちからさっきな勝負仕掛けてきたのに。友達のあてもねえし、生徒会長に頼むのもうぜえし。なるほど、君も一人なのか。いいよ、貸してあげる。なんでよ。マップアプリに登録しておくな。えらいなんか可愛いカバーしてんな。あ、そっか、5つもある言うてたな。レジェンドルート、細かい話はまた今度。近づきの印にこいつをやる。星の砂、手触りがサラサラの赤くて綺麗な砂。ショップで安く売れんのかい。もっと高いものくれよ。はいはい、ちゃんと探してくるよ。またスパイス作りたいんでしょ。今日は何するんだい。意外と高いよな。卵サンド、ポテトサラダサンド、ピクルス、ピクルスサンド、これピクルスしか入ってへんやん。ピーナッツバター、大人のサンド、
リアルにやったら俺ポテサラやな。ポテサラうまいし。まあでも買わない。ごめんね。天白だな。誰よ。この通話はあなたのスマホをハッキングして行ってる。誰よ。私の名はカシオペア。あなたのことは知っている。高い素質を持つポケモントレーナー。その腕前を見込んで頼みたいことがある。天白、あなたはスターダンを知っているな。はい、知ってますよ。話が早くて助かる。スターダンとはアカデミーに通う生徒たちが作ったいわゆる不良グループ。はいはい、さっき聞いたよ。彼らはアカデミーの風紀を乱し周囲に迷惑をかけて、まあ、ぽいね。はいはいはい。私はスターダンを解散させ星屑に変える作戦、スターダスト大作戦を考えている。まあ、そこまでしてあげなくてもいいんじゃない。なんかあんまりなんか力なさそうだったけど、スターダン。この計画には同志が必要。あなたにも手を貸してほしい。まあいいけど、詳しいことはまた後日。今日のところはこれで。誰よマジで。どうも天白さん、コーナーでのスマート通話はもう少し小さな声でお願いしますね。はい、気をつけます。すいません。大切な個人情報が聞かれてしまうと危険ですので、今の時代気をつけることが多くて大変ですね。それはまあ確かにそうだわ。また後ほど。なんかこの校長なんか怪しいよな。スターダン。なんかすごい怪しいんだよな。次はどこに行ったらいいんだ。オレンジアカデミー。授業を受けますか。いや受けたくない。広っ。偉いなみんな、自習室で勉強してる。偉いわ。いやーもう俺も高校受験の時以来勉強してないなマジで。これ授業受けなあかんのかな。もう授業受けの嫌やな。チャンピオンになろうという本がある。読んでみようか。読みますよそれ。強さと知識を兼ね備えたポケモントレーナーの憧れ、それこそがチャンピオンランクです。はあ、テストでなれんの。パルデア地方ではチャンピオンランクに年齢制限や人数制限はございません。他のトレーナーを導くことができる力と頭脳さえあればどなたでも何人でもチャンピオンランクになれます。各所に存在するポケモンジムでジムリーダーを倒したトレーナーにはジムバッジをお渡しします。はいはい、8つを集めろってことね。これは何？職員室行ってみようか。人がおると何か起こるって言ってたもんね。個性的な先生多いな。髪の毛長っ。それではチャンピオンネモ、代わりをお願いしますね。ごきげんよう。どなたですか？どなた？今の人。今の人誰？あの人はトップって呼ばれてるの。マジで？強くてすごくてかっこよくて私の目標で、いやポケモントレーナーなら誰もが憧れる人なんだ。え、そうなんだ。何よ。
だって答えがなかったんだもん。目指します。いいよ。それを俺は答えたかったのよ。ポケモン勝負プロ級の人たち、ポケモンリーグに認められるとチャンピオンランクを名乗れるんだ。へえ。受けるだけじゃダメで8つの、うん、はい、それはなんかさっき本で読みましたわ。うん、その8つのジムはどこにあるんだい。まあでもネモは学生ながらそれを全て勝ち取ってきたってことやもんね。前回の宝探しでチャンピオンランクになった。あ、宝探しっていうのはもうすぐ始まる特別な課外授業。前のは入学早々あったんだ。学校の外で冒険しながら自由に学べて楽しいんだ。へえ。天白と一緒なら私ももっと強くなれる。ありがとう。フリッチジム、ナッペ山ジム、発酵ジム、ボールジム、ベイクジム、セルクルジム、カラフジム、チャンプルジム、チャンピオンロード。学校のチャイムみたいな音だったな今。はあ、じゃあチャンピオンなりに行くしかないね。天白さん至急校長室も、校長室、はい、校長室ね。校長室か。入学早々校長室に呼ばれることなんてないよな普通。はい。なんか頼み事されそう、任されそうやな。校長もチャンピオンランクなんかな。はい。気に入ってくださいましたか。まだようわかんないけど、まあ一応入ってるとこか。先ほど食堂で話せればよかったのですが、はい。スター軍団か。私の友人があなたに大事なお話があるそうです。はい。誰ですか。今つなぎますね。誰よ。なんか綺麗な人出てきたけど、めっちゃ強そうやけどね。ハロー天ハグ、はじめまして。私はオーリム、パルデアの大七の奥エリアゼロにてポケモンの研究をしている。エリアゼロってあれだよね、なんかポケモンの主みたいなゴール言ってたとこか。ここにおんの。すごいとこおるね。我が校の卒業生で素晴らしい博士なんですよ。はいはいはい。単刀直入に話そう。学籍番号 805C393 天ハグ、君はコライドンという不思議なポケモンを連れているな。はい。はい、んで？うん。ただ協力してほしい。何の協力ですか？いや、久しぶり、元気そうで何よりだ。うん。
なたのものだったのか。うん、了解。はいはい。戦闘能力を失った言ってたね、確かね。なんかすげえ急に喉が痛なってきた。ライドフォルムには慣れそうだが、持っていた能力を完全に取り戻すには時間を必要とする。はい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 。はい、了解しました。はいはい。もしやエリアゼロの、エリアゼロのポケモンなんか。まさかあなたは。いやもう校長怪しすぎるだろうねえ。はいはい。うんうんうん。託されたクライドと共に学園生活を楽しんでください。はいはい。まあ、協力してくれるのはありがたいけど、なんか怪しすぎんだよなあなた。まあいっか。はい、ということで今回はここまででございます。次回はねこの続きをまたやっていきたいなと思います。じゃあね。